皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の大きな栗の木の下でについてですね。この曲は外国曲となっていますね。この曲、私この動画で何回かこのチャンネルでですね、何回か言ったことがあるんですが、子供に覚えさせるととっても面白いんですよね。年頃のお子さんがいる方、ぜひともこのゆっくり歌ったところからだんだん速くなっていくところを子供に覚えさせて、そして動画で収めておくと将来見た時とても面白いですよ。速くなっていくのに頑張ってついていく子供を収めるのにはもってこいの曲ですよ。はい、今日はお母さんと一緒の大きな栗の木の下でについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。